いやハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジダルビニハマです。はい、現在12月27日火曜日午後12時19分ですね。はい、今日は僕とロボコの、4話、そしてウマイル13話で、今とある角度の、レールガン S8 話見終えまして、さあここから9話ですね、行きたいと思います。D アニメストアです。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。行きます。3、2、1スタート。さあ、麦のしずりっていうんですかな、あれ来ましたね。布束はあれをやるなら今しかないって言ったけどね。なんやろ、あれとは。あ、呼ばれた時か。あ、そっか、ミルクティー、そうかそうか、あのミルクティーか、あのというかシスターズにミルクティー飲ませてたな、そりゃ。誰だと思ってるのって言ってたな。何これ、今回布束ばかりかな。せやけど、なきゃ絹肌と滝壺と麦のとフレンだよね。絹畑だけ名前の読み方がわからん。変換されません。ちょっと麦のは強そうやね。フレンダはちょっとまあ、なんやろ、なんか舐め腐ってるけど、なんか憎めないキャラでした。滝壺と麦のが来たんかな。
これが滝そばよね、うん、そんな麦のは何やこれ、おお、消えてる、え、こいつレベル 5? 麦のレベル 5? これん、吸い込んでる、吸い込んでんのかこれ、ね、これ何今の、ミンティアのケースか思った、掃除屋って、掃除屋ってのはアイテムか、ね、移送の責任を押し付けるために読んだとか、何にもふざけたことを言うとるんだ、このおっさんたちは。ウェア、やっぱミンティアや、これ何これ、滝つぼの目が変わったな、撤退したか、ほう、 AIM 拡散できば、あ、ほんで AIM ストーカーなんか、今回のサブタイトル、お、ああ、ああ、レベル5なんや、メルトダウナー、ほう、これが、あ、レベル4なんかな、ほんとこれ、全然言うてへんや、そうか、こいつもやっぱレベル5なんや。
どこの誰か知らんの？ミコトのこと知らんの？ほうな、ミコトの1個下か、レベル5の第4位ってことは。ものすごい強いやないか。テスターメントね。あ、なるほど、恐怖というものを植え付けようと、植え付ける？恐怖、ん？わ、キヌハタか。布束ピンチ。で、布束自体は別に能力とかないんやね。地球の裏側まで逃げてもったらだいぶやばいな、これ。なるほどね、助けたとしても。何これ。
なんか能力あるのかな、この絹旗にも。え？あ、強いな。こんな強かったっけ？フェンスアーマー。このもう布束忍ぶ大ピンチやないかこれ。これオープニングやったらなんか黒子が助けてくれてる描写あるけど、底力やね。
気づいた？美坂美琴と気づいた？何これ、あ、フレンダーまだしびれてんのか。何、普段もっと厳しいんかいな。いやー、ひたすらピンチな回やな。何やこれ。布田も心配ね。メルトダウナー、原子崩し、よいしょ。いや強いね、この麦のしずりっていうかな、これ。うん。そして、レベル5の第4位ということね。そら強いわ。で、絹畑がレベル4の、AIM ストーカー。フレンダーの能力がちょっとまだ分からへんね。どういう能力でレベル何なのかがまだ分からへんけど、まあ、そして絹畑が、フェンスアーマーって言った、フェンスオフェンスアーマー、フェンスアーマーちょっと聞き取れへんかったけど、銃弾なんかは効かないということだよね。だ、布束忍かがやろうとしてたっていうのは、そのあれテスタメントでんかな、あれで、クローンに、まあ、死ぬことは怖いんやということをこう植え込もうとしたんかな。まあそれによって、まあ、何か変わればいいなという計画かやけども、インストール完了したと思いきやセキュリティに妨害され、さらには絹畑に、まあ、ボディーボールでダウンさせられて連れてかれたと。果たして布束どうなってまうかな。これ今布束ピンチやね。で、美琴もピンチやし、何このピンチ界は、超絶ピンチ界やね。絹畑風にと超ピンチ界やね、これ。結局超ピンチ界やね、これは。まあどうなんのかね。ほんで、持ってあのメルトダウナー、麦のかは
そう、三坂美琴だと気づき、へっへっへってなってね、三位を倒せるのかみたいな感じかな。さあ、このピンチしのげるんかいな、これ。そして、9話も10話も、黒子たちが一切出てこんかったね。黒子もサテンルイ子も、ウイハル方にも一切出てこんかったな。つまり、シリアスってことか。さあ、どうしのぐんやろね、これ。はい、ということで、とある科学のレールガン SQ 話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここから僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、そして、大道芸人であり、メインは主に子供向けのパフォーマンスをやっております。で、普段、やればできる明け前、これを伝えたくて、主に、保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で、2年10ヶ月ほど仕事がまともにありません。貯金で何とかやってます。はい、そんな中、いつの間にか始めたアニメのリアクション、今日で1006日ですね。去年推定2000本以上、8月18日から一昨年の4月頭ぐらいまでの、リアクション動画ほとんど消え去りました。この悲劇を乗り越えてやってるんですけれども、13年以上使ってるこのチャンネルでスタートしてしまったんで、9月の14日に分けました。新たにパフォーマーとしてのチャンネル作ってますんでね、ぜひともこちらの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本だけ動画投稿します。で、URL は説明文にありますんでね、少しでもいいんで見てやってください。はい、で、過去のアニメリアクションは再生リストの作品別でまとめてるんで、こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアクション職人ことマジ大道芸人浜田でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。